こんにちは。長倉万次作、ポワール・ウィリアムスに関する20点と70点の思い出より、子供の叱り方マニュアルを2回に分けて朗読しています。では、第2回目をお送りします。子供は何も知らない。ただのバカだ。だからせめて、市民社会及び公衆におけるマナーぐらい仕込んでやった方がいい。本人及びその親が育ちの悪いバカだと思われるだけで好き放題にさせておいていいことは何もない。のびのびした心なんか電車やレストランの中で育ちやしない。だから叱るのならちゃんと叱れと言いたい。今や男の子だけでなく、年子らしい女の子まで僕のテーブルに攻撃を仕掛けてくる。どうしたらこの叱ることのできない若い選挙権のあるおっかあに教えることができるのか。その時僕の頭にひらめくものがあった。マニュアルだ。10代の少年少女が生まれて初めてありがとうございますと言えるようになるのはマクドナルドでアルバイトをするようになった時だ。あそこにはマニュアルがある。マニュアルでやれば少しは覚えられるかもしれない。傍若無人を繰り返すカルシウムの足りなそうなガキどもを睨みつけながら、僕は叱り方のマニュアルを考える。1、人前で騒ぎわめく子供に対して、約50センチの距離まで近寄り、右手で軽く拳を作るようにしましょう。その際、中指の第二関節だけ突起するような握り方にすると、効果が倍増します。2、そうしてできた握り拳を、騒ぐ子供の頭上に来るように、ゆっくりと振り上げ、無言の睨みを聞かせたまま、思い切り下に振り下ろしましょう。3、そうしておいて、ドードの音階で、コーラと一言言うか、どうしても多少なりとも対話の必要にこだわるあなたならば、ゴツンをしておいてから、なんでゴツンをされたか言ってみろ、と強い口調で言いましょう。その際、例えば、わかんない、なんていう子供の答えが返ってきたときは、0から5秒も間を置かず、もう一度拳を振り上げて、前回よりも幾分強めに振り下ろすと、さらに対話の内容が子供に理解されやすくなるでしょう。叱り方は、あまり長引かせてはいけません。どうしても一発では子供の騒ぎが収まらないときは、1、拳を平手に変えて、両の頬を左右2回ずつペンペンと張り倒すか、2、拳のまま右のクロスカウンター気味にテンプルに叩き込む。いずれも効き目はあります。しかし、それでも不屈のように騒ぎまくるのをやめない子供は、それはそれで何か見込みがあるのですから、家に帰ってから愛情を込めて、押し入れに閉じ込めるとか、千年球を握り拳に据えるなどの古典的な叱り方で、社会及び人生を教えてあげるのもいいでしょう。しかし、叱るときはいつも一発で決めたいものですね。僕の頭の中を、叱り方マニュアルが次々に浮かんでくる。隣の席からは相変わらず二人の母親のミーラソの合唱が聞こえてくる。今日はここまでにいたします。長倉万次作、ポワール・ウィリアムスに関する20点と70点の思い出より、子供の叱り方マニュアルの第2回目をお送りしました。ありがとうございました。